ダンサーとしてもほらもう若い頃のような人のペースとかではないよね今はね。いやでもショーとかがほらあるからね今でもその依頼が、はい、それが嬉しいよね。嬉しいというかもう感謝というか、うんうん、結構そのオールドスクールからニュースクールまでとか派閥とかいろいろなジャンルを超えてお付き合いできる存在だったんで昔からサウンドクリームはなんかその精神的なそのリーダーになってるんじゃないのそのストリートダンスの世界の俺たちに続く人たちから見たらストリートって言葉はもうほんと氾濫してるけどその中でもその25年チームでやってる存在なんだっていうふうにストリートダンスたちはそういうふうに知ってくれてることはあると思うけどね。まあバカなんでサウンドクリーム3人ともねどっかねダンスバカダンスバカだからだから若い頃から今そんなに実は変わってない。3人集まりゃダンスの話してるし3人集まりゃそのどこどこでどんなダンス見たわーあいつやべえみたいな話とかで盛り上がったりとかするしそれはもう若い24、5もそうだったし50になってもそんな会話変わんないじゃん。だって変わんないよね。確かにで、なんか動きはやっぱこうだよねみたいなこと3人でなんか意思統一したりしてるわけですよ。でこれはだから若い時にこんなんいいなみたいなこんな仲間とずっと過ごせたらいいなのままずっと線のように今があるんでサウンドクリームで活動するときは結構楽しみですね。一日ね朝から今日サウンドクリームあるなと思うともう朝から曲ちょっとこう編集したやつをユキとコトさんに聞かせようみたいに思ったりとかしてだからちょっとそういうのはもうね家族でもないし恋人でもないしユキとコトさんしかできないっていうそれが自分のチームだっていうことでねもう何にもなくなってもだって50年も生きてればもう絶対死にそうになったこととかあるんですよ。絶対もうダンスは残ったんだよダンス、 その瞬間もガーンダンスがしがみついたかもしれないもん俺たちもそんな風にして、うん、だからダンス抜きにはちょっと語れない人生になっちゃってもう3人ともだってほら25周年サウンドクリーム25周年って言って2人は50だから半分サウンドクリームステッパーズ人生ってことでしょっていうことです。すごいよね、うん、やってもうたねやってしまいましたね。でも取り返しがつかないですもんねいいんだよ。もう望んでやってるんですよ。